はい、西新宿の補助金おじさんです。このチャンネルはですね、中小企業のウェブ担当者に向けて情報を発信しております。 Facebook がですね、こんな感じで Facebook からですね、中小ビジネス助成プログラム、いつぐらいかな、4月ぐらいから全世界で1億ドルのね、約1億ドルの助成プログラムをっていうことの、それの、一貫したやつの日本版です。で、日本版なんですけど、また東京都だけなんですけど、申請をした方がいいと思います。何かっていうと、25万円相当の助成金で、あと15万円相当のですね、 Facebook 広告ですね、 Facebook 広告のクレジットがもらえます。で、結構この15万円分の広告って条件うまく絞って使えば3ヶ月分ぐらいの広告費に相当しますので、結構ね、いいと思います。で、ただ、これが使える企業が本当にね、狭いんですよ。個人事業主とか法人番号持ってないところは申請ができません。法人のみの申請になってます。その法人ででもですね、従業員が2名から50名以下、50名越すと中小企業じゃなくなるので申請ができなくなります。ですから2名以上で50名以下の東京都の企業、1年以上事業を継続している会社ですね、新型コロナウイルス感染症の影響によってビジネスが困難を抱えているという会社になります。東京都に支店がある場合とかね、本店が神奈川とか埼玉とか千葉の場合はこれダメなんですよ。本店がね、本店本社が東京都にある場合のみになります。確か9月の24日に発表になって、で、うちの会社はもう申請はしちゃったんですけど、週末にね、ちょっと北海道に出張の仕事があって、で、そちら行ってたんでね、ちょっとね、この動画の配信が非常に遅れちゃって、で、10月のね、確か、一桁の間、7日だったか9日だったか、それぐらいの日にちに応募が締め切られてしまうので、動画を見たらね、もうすぐに登記簿謄本が必要になりますので、登記簿謄本を入手して、申請の方をね、ささっと、必要な書類がね、登記簿謄本ぐらいで、あとはですね、入力項目はそんなにはね、助成金申請の割にはそんなには項目としては多くありませんので、ほんの 1,2 時間あれば申請はできると思いますので、これはもう本当に申請はすべきだと思います。まあ合計ね、現金に相当する25万円分の助成金と、あと Facebook 広告15万円分ということで、合計40万円相当のね、クレジットが支給されるという形になりますけど、本当にね、純利のね、40万って、本当にね、大切だと思うんですよね。うちの会社とかでも40万純利上げようと思ったらね、それこそ数百万っていう、売り上げが必要になってくるので、本当にね、これは知ったらもう、この動画見たらもうすぐに申請の方していただきたいと思います。もう本当にね、東京都以外の企業には非常に残念な助成金なんですけど、すべてのね、条件が整ってるんであれば、ぜひともおすすめの助成金になりますので、申請の方をお願いします。で、ここからは日新塾 .net の宣伝になりますけど、日新塾 .net っていうのは今期18期目のホームページの制作会社で、過去に1700件以上のホームページの制作実績があります。最後までご視聴ありがとうございました。